E655 系電車は2007年に登場した東日本旅客鉄道の高直流特急系電車6両編成1本が在籍し、名ごみの愛称を持つこれまで天皇皇族の乗用車両として昭和初期から中期に製造されたおし列車用の皇室用客車1号編成が製造から40年から70年を経過し老朽化も進行していたことから これらの置き換え用として製造された。1号編成は天皇、皇族と随伴員のみ乗車可能だったが、本系列では天皇や要人が利用する特別車両を外し、ハイグレード車両と呼ばれる五両編成とすることで一般客の利用にも対応しており、お召し列車だけでなく団体専用列車としての役割も兼ね備えている。本系列はお召し列車専用ではない。 そのため、特別車両以外の車両には一般客も乗車できるが、団体専用列車での運行となるため、JR 東日本の会員制クラブ、大人の休日クラブのジパングクラスとミドルクラスの会員になり、ツアーを申し込むか、近畿日本ツーリストなどの旅行代理店のツアーを申し込まなくてはならない。なお、乗車料金には特別な設定はされておらず、運賃と、 特急料金とグリーン料金の合計金額である。本系列に一般の人が乗れる機会は年に数回で、乗車希望者は多い。E655 系は一般の臨時列車として使用されたことはないが、専用のグリーン料金が旅客営業規則第130条第1項において別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金として定められている。なお、 三号車にある定員9人のグリーン VIP シートを利用する場合には、上記の料金に5000円の追加料金が加算される。JR 東日本によると、なごみの愛称は、ご乗車になるすべてのお客様になごんでいただきたい、思いを込めて命名したとされている。特徴として、まず、ハイグレード車両は、全車両グリーン車となっている点が挙げられる。もう一つは、機関車の検認によって、 非電化区間への入線が可能な仕様になっている点である。客車として、機関車に牽引される場合の空調装置など、サービス機器への電源供給用として、ディーゼル発電機が搭載されている。ブレーキシステムについても、自力走行する場合は、回生ブレーキ併用の電気、指令式空気ブレーキとそもそも速ブレーキ、直通予備ブレーキが動作するが、機関車に牽引される場合は、 自動空気ブレーキと直通予備ブレーキが動作する。このため、各車両間には、ブレーキ間を引き通している。自動空気ブレーキは、ディーゼル発電機が稼働している際は、機関車からのブレーキ間空気圧を電気指令に、読み替えるが、発電機が停止している際は読み替えずにそのまま動作、する。機関車との連結を考慮して、先頭車前面の連結器は、密着自動連結器とされ、 通常の団体列車では連結器を露出した状態で運用されるが、お召し列車として運転される場合は、車両全部のカバーを開けて内部に連結器を収納し、さらに車体とスカートの間を埋める追加カバーをかぶせることができる。車体はアルミニウム合金製ダブルスキン構造で、基本的に E653 系や E257 系などと共通である。 先頭車の前面は651系などに似た、高運転台構造で台車を除く、床下機器類をすべてカバーで覆うとともに、屋根部分の側面にも搭載機器を極力隠すカバーが設置されているのが特徴である。本系列はおし列車に使われることから、塗色は漆色と呼ばれ、光線の当たり具合で褐色から紫色に色合いが変化する。 マジョーラ塗装が用いられており、腰部には3本の細い金体が配されている。また、ハイグレード車両の側面には、フルカラー LED 式の行き先表示器が設置されている。先頭車全部には、お召し列車運用時に国旗及び、喫下紋章と手すりを取り付ける取り付け座が設けられている。手すりは通常運用時には取り付けることはない。車内は、 木目調を基調としたものとなっており、荷棚は航空機のようなハットラック式である。床式ものは全面カーペット時期である。空気ダメや直通予備ユニットなど床下に収納できない機器は車内デッキ部に機器室を設けて搭載している。また、角室入口付近には折りたたみ式の簡易腰掛けが設置されている。座席は横1プラス2列配置の電動式。 リクライニングシートで各座席にはスポット空調の吹き出し口や読書等のほか各種デジタル放送や車内販売システム運転席からの展望映像などに対応したタッチパネル式の8インチモニタ装置が設置されている各車両ともデッキを含めて全て禁煙となっている1号車のみ各座席に電源用コンセントを備えているハイグレード車両の空調装置は 屋根上集約分散式の AU733 型を各社2台搭載する。運転台は高運転台構造を採用しており、主幹制御機が左手操作のワンハンドル方式であることなど、近年の新系列車両と同様のレイアウトだが、速度計などのメーター類はアナログ式が採用され、制御伝送システムであるティムズ、モニター画面は2台設置されている。 JR 東日本の E653 系同様、直流五5 0 0 v 交流2万 V の3電源に対応しており、中央本線などの強争トンネルも通過できる構造になっているため、JR 東日本管内のほとんどのエリアで運用、可能なほか、JR 他社への乗り入れも考慮された構造となっている。主変換装置は、日立製作所製のイベット阻止による2レベル。 公式 VVVF インバータ制御で、回生ブレーキのほか、全電気停止ブレーキも可能としている。カゴ形参照誘導電動機は、E531 系で採用した、MT75 系の仕様を、マイナーチェンジした、MT75A 型が搭載され、定格出力は 140kW であるが、歯車比は異なる。台車は、e、E653 系や E257 系などで、 実績のある、溶断発機の軸量支持式、ボルスタレス台車を装着している。台車形式は、動力台車は、DT76 系、付随台車は、TR261 系、特別車両は、TR261A 型である。補助電源装置は、E531 系で採用した SC81 系のマイナーチェンジ仕様となる SC87。 型静止系インバータを採用している装置は東洋電気製造製のイベット素子を使用したもので140クバに軍工製の280クバ容量を備えているほか編成で2台搭載する SIV は出力する交流波型を同期させた並列同期運転を行っているそれぞれの車両の特徴については次節で述べる製造メーカーは 特別車両と4.5号車が、日立製作所、笠戸事業所、1から3号車が、東急車両製造である。東北本線において、上野寄りが1号車、仙台、森岡よりが5号車となる。ただし、特別車両の E655 型には号車番号が、振られていない。所属車両基地は、特別車両が、東京総合車両センター、その他は、オグ車両センターである。1号車、 黒 E654 から101定員22名の制御車。床下にディーゼル発電機を2機搭載し、電源車としての機能を有する。この車両のみ客用出入り口がない。運転台のほか洋式トイレと男子雇用トイレ、洗面所が各1箇所設置されている。2号車、もろ E655 から101定員32名の電動車。床下に 主変圧器と主変換装置を搭載する。屋根上にシングルアーム式の主パンタグラフ設置と予備パンタグラフ設置を各1機搭載し、中央本線、身延線などにある競争トンネル区間への入線にも考慮し、屋根の高さはパンタグラフ非搭載車よりも低くされている。5よりに洋式トイレと男子雇用トイレ、洗面所が各1箇所設置されている。 3号車、諸良い654から101定員9名の電動車。床下に、周辺乾装置。電車として、自力走行する際のサービス機器類の電源である、静止系インバータ、電動空気圧縮機を搭載する。他の、ハイグレード車両の座席が布張りであるのに対し、本車両のみ本革張りとなっている。5よりに、個室型の VIP 室となっているほか、 VIP 専用の身体障害者対応トイレと専用パウダールームを車両中央部にはギャレー、多目的スペースが設置されている。VIP 室にはソファとテーブル、テレビなどが配置されている。特別車両 E655 から1特別車両として天皇や皇族、国賓が利用する際のみ3号車と4号車の間に連結される定員18名の付随者。 サロなどの記号は付されていない。3号車より車単に出入台があり、自室、特別室、御座所、休憩室、5休憩室、トイレ、おかと続く。特別室は、壁、天井とテーブルに、大分県産の高級杉材を用いた内装に、菊柄の絹織物を貼ったソファを設け、床には9種類の伝統文様を配した手織りの絨毯を敷いている。 特別室の窓の天地寸法は 950mm と他の箇所より大きく、中央部の窓は幅 2200mm の電動昇降式となっている。1号五両車に設けられていた小化粧室の機能は休憩室に統合され、ベッドにもなるソファと三面鏡付き化粧台を設置している。外装は特別室の倉下に近帯がなく、広幅倉下中央に、 菊のご門を取り付けるためのくぼみがある。空調装置は床下集中式の AU303 型で、屋根上には休憩室付近のアンテナ2本以外に何もない。車両番号はつまめに表記されている。付随車ながら空車重量は40.5トンある E257 系、E653 系、E657 系に組み込んで走行することも可能な構造になっており、 各車両を使用した試運転も行われている。4号車、諸良い655から201定員27名の電動車。2号車と同じく床下に、主変圧器と主変換装置を屋根状に、主パンタグラフと予備パンタグラフを一機ずつ搭載しており、屋根高さも低くされている。車内後くらいよりに、ギャレーと多目的スペースが設置されている。5号車、 くもろい654から床下に周辺管装置 SIVCP を搭載する。運転台のほか身体障害者対応トイレや男子雇用トイレ、多目的室と車椅子対応座席が設置されている。おし列車、五条用列車の他団体臨時列車として ATC 区間、標準機区間を除き JR と直通している、中小施設も含めてほぼ全ての線区で、 使用可能となっている。低断面パンタグラフを搭載しているため、中央本線、御殿場線、予算線でも自力で走行できるようになっている。電閣間では自力で走行し、非電閣間ではディーゼル機関車に牽引されて走行する。例外として、青函トンネルに関しては、JR 貨物や800系電気機関車牽引で、 走行可能になっているが、北海道での走行記録はない。基本的に5両は特別車両なし、6両は特別車両組み込みで運行。ありがとうございます。